今日はキャップ M を用いた個別資産の分析ということで、前回学んだ、この数式、前回学んだこの数式を使っていろいろ言えることを考えていきましょうという話です。で、前回学んだのは個別資産 I、 個別資産っていうのは特定の株式とかですね、まあ、土地でも債券でもいいですが、その資産 I の収益率の期待値ですね、棒がついてるんで、期待値は次のように決まりますという話でした。で、それが大事なのは、ポートフォリオ全体で言えばリスクが決まると期待リターンが決まるという関係でしたね。こういう資本市場線というものでしたね。だから線形で、まあ、ここが安全資産のやつでね、だからリスクを負担すると期待収益率は高くなると、その線形の関係がいたんですね。で、それらみんな同じ市場ポートフォリオあるいは接点ポートフォリオと同じものを持って、それと安全資産を組み合わせるというものでした。ですが、個別資産については、その個別資産のリスクが上がれば、その期待リターンが直線的に上がるかといったら、それはノーなんですね。そうではないよと。そうじゃなくて、大事なのはこのベータというものです。共分散、特に大事なのは共分散ですね。分母はあまり気にしないでください。共分散が大事と。なぜかと。で、この人の幸せっていうのはポートフォリオ全体から返ってくる収益率によって決まるんでしたよね。だからそれ、まあ、ポートフォリオってチームみたいなものね。チームが勝つか負けるか、チームのパフォーマンスです。それがその人の幸せに直結するわけだから、これ個々の選手ね、資産愛っていうのは、選手の評価っていうのはチームへの貢献度合いによって決まるんですよという話でしたね。だからその人がチームを安定させる方向に動くんだったら、これが小さいね。どういうことかっていうと、チーム全体が調子いい時には資産 I は調子悪くて安定させますよ。資産 M が、チーム全体が調子悪い時には調子良くて安定させますよ。こういうメンバーっていうのはチームの安定性に貢献するので評価が高いわけですね。それがこの数字によって表されています。これが小さいほどチームの安定性に貢献している。で、そんなメンバー、ただしチームっていうのは今最適なチームなんで、この M のメンバー最適なんですね。だからどのメンバーも同じ満足をチームにもたらさなきゃいけない、同じ魅力をもたらさなきゃいけない。だから安定性に貢献する人っていうのは別の点でマイナスじゃなきゃいけないんですね。そうじゃなきゃ他のチームメンバーを追い出してその人だけのメンバーになっちゃいますよね。その人だけのチームになっちゃいますよね。今最適メンバーなわけだから、安定させるっていう場合には期待収益率は低くてもいいんですね。低くてちょうどいい魅力になってる、他のメンバーと同じ魅力になってる。逆にチームと同じようにチームが頑張ってる時にその人も調子いい、チームが調子悪い時にその人も調子悪いっていうのは安定性に貢献しませんよね。そんな場合にはこれが大きいから、それは魅力がないんですね、そんなメンバーは。安定性っていう意味でね。だからそれが同じ、さっきのメンバーと同じ魅力であるためにはこれが大きくなきゃいけないんですね。そうするとみんな同じ魅力になって全ての資産が過不足なく持たれるということになるという関係を表していました。だからまあ極端な例で言えば、あるメンバーがこういう逆連動する場合には、チームが調子いい時には調子悪い、調子悪い時には調子いい、こんな場合にはそのメンバーの安定性っていうのは大きいほど価値が高いんですね。リスク、その個別資産のリスクが大きいほど価値が高い。なぜかっていうと、チームが調子いい時ものすごい調子悪い、ものすごい安定させますよね。チームがものすごく悪い時には大活躍、そんな人っていうのはこれバラつき大きいですよね。単独に見たらこれは大ですね、ものすごく大。でもチームへの逆、チームへの相関という点だとものすごい低いんですね。ってことは魅力が高いから、そんな人は非常に低くてもいいんですね、期待値が。だから、平均的なパフォーマンスが悪い人でもちゃんとメンバーの中に入れるんですね、そんな人は。
というのが前回やった話でしたね。直感的なイメージです。で、こんな式が得られますよという話をしました。まあ式としてはね、この M でこの接点の傾きと曲線の傾きとこのカーブの傾きが等しいよっていうのを変形したら出るっていう話なんだけど、まあそんなのはまあちょっとまだ学部の段階でそんなしっかりやる必要はないので、まあこんな感じで出すんだなっていうふうに覚えてくれたらいいです。とにかく結論はこうなるっていうのが大事ですね。でその意味、今言った意味が大事です。でただし、補足として、なんでどんな時こんなの成り立つかっていうと、これ自主体についてはまず全員合理的じゃなきゃダメですよね。つまり賢いからみんな接点ポートフォリオと安全資産の組み合わせを持ちます、そんな状況じゃなきゃ、いけないんですね。そうじゃなきゃ全員が同じ M を持たないですよね。だから人によって、I の評価が変わって、これが変わってきたりするんですね。自分のポートフォリオに占める安定性の度合いが変わるから、その人の評価も変わるっていうふうになって人によって変わってきたりしてしまうんですけども、まあ、今回の場合には全員接点ポートフォリオを持つので、みんな共通でこの式によって決まるんですよってなるんですね。これも全員共通ですからね。だからこれも全員共通と、だから資産 I の収益率っていうのは全員共通の1個の値になるという感じですね。で合理的であって接点ポートフォリオをちゃんと持てます、つまり市場ポートフォリオを持つと、この変な内側の点なんて持ちませんよってことね。でそして将来予想が全員共通であるっていうのも必要でしたね。なぜかっていうと、そうじゃないとこのカーブの形もへこみ方も変わっちゃいますよね。だから安全資産と結ぶ接点も人によって変わってきちゃうから、全員が同じ接点ポートフォリオ M を持つってことはなくなっちゃいますから、そういう過程はこういう過程が必要になってくる。まあ当然これ現実的じゃないですよね。また全員合理的である、これも現実的じゃないよね。人によっては内側にあるような競馬にはまったりね、そういうことをしちゃうわけですよね。で他に、もう一個仮定は、みんな大事なのはポートフォリオを選んだ時大事なのは平均とポートフォリオ全体で平均いくら返ってくるかと不安定性がどんなもんか、この2つだけを元に決めると、そんな設定でしたね。だからこの図だけで分析できるという設定でした。まあこれはまあそんなもんでいいんじゃないかなと思いますが、まあただこのリスクは低いほどいいかっていうと人によっては違ってるかもしれませんね、ギャンブルが好きな人は。ですがまあ大体よかろうということで、まあ現実とは違うけれども大体良さそうな仮定を使えばこういう式が言えますよというのが前回やった話でした。でじゃあこのベータ何を表すか、ベータというのはこれですね、共分散割る分散で、分散がこれ必ず事情でプラスになりますんで、市場ポートフォリオのね、これの横座標ね、この横座標の事情か、事情はプラスになるので、これがプラスだったらこれもプラスね、マイナスだったらマイナス、大きければこっちもベータも大きいということね。でこれ何を表すかっていうと、ちょっとこれは計量経済学と回帰分析と知ってる人じゃないと、まあ、厳しい話なんだけど、横軸に市場ポートフォリオの実現値を取って、縦軸に資産 I の実現値を取って、じゃあどんな点が得られるんだろうか、これまでのデータ、まあ、今回の場合にはあれかな、分布、今回の同時分布からどんな点が得られるんだろうかっていうのを考えて、まあ、今回の場合4点しかなかったけどね。で真ん中通る線引きます、これの傾きがこれなんですね。横座標の分散分の縦座標と横座標の共分散、割り算するとこれの傾きが出ます。それがこのベータです。でこのベータって何を表しているかっていうと、市場の変動、横座標の変動が縦座標の変動に何倍に増幅されているか。だからこれが45度だったら、つまり傾き1だったら増幅されてませんね、それの場合ベータ1、傾きが45度よりも低い場合には縮小されてますから、ベータは1よりも小さい。で、45度よりも急な場合には1よりも大きいってことになりますね。で、さっき言ったみたいに逆連動してる場合にはベータはマイナスになります。こんな感じでね。市場が上がってるとこっちは下がってますよと。それはチームを安定させるような資産ですよね。まあ、傾きはね、まあ、緩やかだったらそれは安定させるんだけど、より安定させる感じかな。はい、ということで資産 I の変動が
資産への変動はか、縦座標は今見た横座標の変動を何倍に増幅したものか、つまり傾きをベータというのを表します。資産 i のねベータは、でそれは資産によって違ってくる。で例えばインフラ系の、まあ景気が良かろうが悪かろうが一定数使われるような、同じような業績を上げるような企業っていうのは傾き緩やかだし、だからベータは小さい。またハイテク企業のような、景気の変動きやすいし成功失敗も大きいような、そういうのはこんな感じで急になるんですね。それがベータ、資産によって違うベータですね。でそれによってその資産の収益率が変わる。だからインフラ系は傾き緩いから、これが小さくなるからこれも小さくなんですね。安定に貢献するから収益率低くてもみんなに持ってもらえる。ハイテク系とかは、連動が大きいから収益率が大きくないと誰も持ってくんないという感じですね。で、同時にこの資産 I っていうのはそのポートフォリオ M の安定性に対してどれだけ貢献しているかというのも表しています。つまり傾きが緩いものっていうのは市場の変動を縮小したものなので、それをポートフォリオに入れると安定しますよね。だからまあベータが小さいってことは収益率が低くても持ってもらえるということですね。まあそれ同時にこれが小さいってことね、この共分散が逆年度が大きいってことですからね。つまり小さいほど安定してるんですよというのがベータですね。で安定性に貢献しているものは期待値の点で期待値の点で貢献してなくても持ってもらえるということですね。で資産 I というのはポートフォリオので、しかもみんな危険資産は市場ポートフォリオを持ちますよね。ポートフォリオの安定性を小さくするのに貢献している安定させるもの、つまりベータが小さいもの、共分散が小さいものほど、チームを安定させる人ほどチームを大きくするのに、平均的なパフォーマンスを大きくするのに貢献してなくても、つまり期待値が低くても保有してもらえると。保有してもらえるってつまり資産 I のサプライがディマンドと一緒になるということですね。でもサプライも決まっているので、まあ、ディマンドが、こうじゃなきゃ一致しないんですね。もしも小さくするのに貢献しているにもかかわらず収益率もでかかったらみんな欲しがりますよね。で軸一致してないですよね。だから魅力が高すぎちゃダメなのね。魅力が低すぎてもダメで、小さくするのに貢献しているのに、期待値で貢献してない、さらに貢献してない場合には、まあ、こんな感じになっちゃって誰も持ちたがらないから、だからそれでもダメ、程よいその、魅力がなきゃいけないということですね。良すぎもせず悪すぎもしない魅力を持っていると。でそんな状態が、市場ポートフォリオ M なんですね。過不足なく保有されているケースですからね。で今日何学ぶかというと、資産 I の期待値、期待リターンはいろんな水準がありえます。で数値例で使った B ってこれでしたね。 B の期待値は市場ポートフォリオよりも高かった。ちょっとこれ基準2つ作りますね。市場ポートフォリオと安全資産、これが基準と。で B みたいにこうやって高いケース、このケースもあれば、 A みたいに資産 A みたいに間にあるケースね、ありますね。数値例だったら 0.5% で 9.2% だっけ。で B が 10% でA が 2% かな。であとは、まあ、今回の数字例だとないけれども低いケースもありえます。それは例えば保険ってそうですよね。保険買っても平均すると投入した額、出した額以上は返ってこないですよね。そんなに返したら保険会社は潰れちゃいますからね、まあ、それでも最適に保有されるというのは低いケースもありうるんですね。じゃあどんな特徴があれば、こんな特徴だったらここになるよ、こんな特徴だったらこの間ですよ、こんな特徴だったらこの上ですよ、まあ、こういうのどういう条件だったらどの3つのパターンになるのかっていうのを見ていきましょう。まあ、当然そのベータが大きいほどこっちが右側に行くんだけどね。でこっちになりやすくなりますね。ですがじゃあ具体的にベータがいくつだったらどこに入るのかとか、そういうのを考えていきましょう。でそしてこれもちょっとね、計量経済学をやってないと
きつい部分なんで、やってないとはなんとなくイメージが分かってくれればいいんだけれども、回帰分析の話ですね、この結局資産 I、 例えばね資産 A の分散、今回の場合 0.15、 15% の事情ね、標準差 15% なんで、これを2つの部分に分けてみましょう。でそれは他の資産と組み合わせて消せる部分と消せない部分に分けることができます。それは回帰分析でいう説明できる部分と説明できないという部分なんだけれども、まあ、ちょっとその辺の話はまた、やっていきますんで、回帰分析分かっている人はそれとその知識と組み合わせて分ければいいかな。そうでない人もイメージをつかんでくればいいです。で最後は資本資産価格付けモデルっていうのが CAPM の和訳ですね。価格付けモデル、プライシングモデルね、プライシングモデル、値付けする。でも値段、この式に P なんて出てこないですよね。なんで価格付けなんだろうっていうのを考えて価格付けに使ってみよう。まあ具体的にはこうですよね。これって何だったかっていうと、まあ書き直すとこうね、期待値ね、これ何かっていうと、今期の価格が来期に何倍になったか、ちょっとこうしようかな、今期の価格分の1が来期に何倍になったか、それがアラですね、配当ない場合ね。でただし順にするために1引きましょう。これがアラでしたよね。でほらこれちゃんと価格ついてますよね、価格。ただこれ定数、今の価格、確率変数なんで書き直すと B0 分の1かける来期の価格の期待値引く1ですね。でこれが左辺ね、これ変形するとこれイコールこれ変形すると P0 イコールに直せます。ってことはこれ今期の価格はいくらじゃなきゃいけないっていう式になります。でそれを使って今の株式がこの理論通りの適正な値なのかというのを見ていくやり方をやります。それによって今の値段が割安だから買おうとかね、割高だから売ろうとか、そういう投資行動につながると、そういう話をしていきます。それがこれですね。今期の理論価格を出しましょう。キャップ M が成り立っていれば成立するはずの今期の理論価格で、それはどうやるかって言ったら、まあ、さっきの式でやったけども、来期の価格の期待値がまずいりますね。この情報がなきゃいけないね。じゃあこうなりそうだ、予測ありますよね。予測をもとに計算して、あとこの共分散であったりベータの情報もいりますね。ベータとかね、共分散、それを使って価格を見ていこうと、価格を出していこうというのをやっていきます。じゃあまず最初にこの話いこうかな。どんな時に市場ポートフォリオよりも高くて、どんな時に安全資産との間で、どんな時に安全資産より安いか、低いか、それを見ていこう。数値例を使った分析で、まずこれ復習していきますね。はい、これ CAPM の式に A の場合にはどうなるかっていうのを入れた式ですね。これ I から A に変わってます。そしてこれこう書けますよね。まずこれ危険資産、ごめんなさい、市場ポートフォリオは安全資産よりも何パーセント多く取れるか、つまり市場ポートフォリオ 9.2% なんだけど、それ全部自分の実力じゃなくて何のリスクもなくても 0.5 はもらえるので、上回る部分 8.7 が市場ポートフォリオであるがゆえに獲得できる分ですね。それを超過リターンって言ったり、リスクプレミアムって言ったりします。それこれね、この幅。さてそれと比べて A というのはどれくらいもらえるでしょうか、その基準と比べてね。それするには 8.7 の何倍が超過リターンかをまず出しましょう。つまり 0.5 を上回って A は何パーセントもらえるか、 8.7 の何倍か、それがベータでしたね。ベータでしたね。でそれはこれベータの式、これね、共分散 A と M の共分散 0.009 でした。分散 0.0522 でした。入れると 0.17 って出ます。でそれがこれね、ベータだから、市場ポートフォリオ基準の 0.17 倍が 0.5 基準と比べて、基準というか何にもなくてももらえるものに比べて余計にもらえるんですよ。その結果 2% なんですよという話でしたね。
だからこれは常に成り立っている式ね、キャッペムの、ね、式は必ず成り立ちます、数学的に出せるやつなんでね。でちょっとこれを絵で描いてみようか。まずこの資産 A というのは共分散 0.09 でした。はい、ここにね共分散取ってちょっとゼロ基準にしてね 0.09 でした。でそれはこの分散 0.0522 の何倍でしょうかというのを出すのがベータですね。 0.0522 の何倍でしょうか、どうすればいいか。ここに 0.0522 作っといて、これを 100% としたときにこれいくつかですね。だからこれ割るこれでベータになりますね。まあ、つまり 0.09 にこれ分の1をかければいいね。これ分の1をかける市場ポートフォリオの分散分の1をかける、それがこのベータになります。このねこいつにこれ分の1をかけると、かけた結果これです。結果 0.17 です。これベータね。で 0.17 って何かっていうと、市場ポートフォリオの強化リターンと比べてそれを 100% とした時に 17% 分もらえるんですよ。だからこの 8.7 にかけましょう。 8.7 かけるとベータに 8.7 かけるとこの部分出ますよね。つまりキャップ M の 8.7 にこの 0.17 かけましょうというところね。そうするとこれ出ますね。これ何だったか、この超過リターンですよね。 A の超過リターン、ここここねかけたら、つまり 1.5 安全資産よりも余計にもらいますよ。でそれにもともと 0.5 足せばいいんですよね。何もなくても 0.5 もらえるんで 0.5 足しましょう。足して2になりました。これで収益率出ました。まあこんな流れね。でそういうちょっと計算の過程をちょっと書いています。でさらにはこの人はベータが 0.17 だと、 0.17 だからベータ A はだから2になります。じゃあ縦軸にこれ取って2を取って横軸にこれを取る図をちょっと書いてみようか。それ書いてるのがこのスライド12、証券市場線というもので、横座標ベータは A は 0.17 です、期待値2です。こんな感じになりますね。この点になりますよね。でこれキャップ M の式ね。キャップ M の式で資産 I のベータ、資産 I のベータ今の場合 A ね 0.17で、これ商品によって資産によって変わりますよね。 B だったら 1.09 でしたっけ。でそれにベータかけるこれ超過リターンね、安全、M の超過リターンに安全資産の足したのがこれになるわけだから、式で言えば Y 切片って考えられますね。 Y 切片 0.5 足す 0.17、 これは証券によって変わるものかける、これ傾きって考えられますね。これ 0.8.7 あったのですね。だからこの線上のここって言えるんですね。でちょっとこれをね、他の商品についても資産についても書いてみようっていうのをやっていきます。まず A が終わりましたね。はい、次 B 行きましょう。 B は、まあ、同じですね、この 8.7 と比べて 0.5 に加えてどれだけもらえるか、それは 8.7 の何倍か、 1.09 倍ですよ。それは共分散入れて分散入れたら出るわけですね。 1.09 ということで 0.5 にここの 1.09 倍のものを上乗せした、これ 9.5 ね、それが超過リターン、リスクプレミアム、それを 0.5 に加えたものが10です。それがこの収益率ですという絵ですね。これも同じように書いてみようか。まずは1個前のスライドの絵に書いていって、ベータはまず市場ポートフォリオの分散の、まず 0.057 が共分散なんで、これの何倍かを見るためにこれで割ればいいね。これが 100% って考えた時これいくつかだから、これで割る、まあそれ分の1をかけると、この 0.057 共分散は 0.0522 の 1.09 倍ですよ。これが1ですからね。っていうのが出ました。それがベータです。で、それに、だから 1.09 倍余計に 0.5 よりももらえるわけだから、8.7 の 1.09 倍ってことですから、8.7 かけましょう。
そうすると 9.5 が出ますね。 8.7 基準の 1.09 倍、基準 8.7 の 1.09 倍もらえるんで、余計にもらえるんで、それをかけたら 9.5 が出ました。でそれを 0.5 に上乗せしてもらえるんで 0.5 出しましょう。そうしたらキャップ M の式に代入したことになりますね。10になりましたと。はい、でこれこの均等な感じになってます。ちゃんと例えばね、青ここで、今度ここを切ってここを切ってここを切るとかないのね。ちゃんと A をこう揃えたら B もこう揃ってます。まあだからね、一つを横座標、縦座標にしたら線形になるって感じなんだけど、でそれをまた同じくこの図の中に書いてみよう。ベータは 1.09 でした。つまり市場ポートフォリオを1とすると、その 1.09 倍余計にもらえるんですよ。 0.5 に上乗せしてね。だから 0.5 に上乗せして、1いったら 8.7 上がる。ベータが1だったら基準だと 8.7 もらえる。じゃあ 1.09 だったらいくつもらえるでしょうか。 9.5 ですね。ということでここに 1.09 を入れて、そうすると 8.7 倍を余計にもらえるんで 9.5 が出て、 9.5 というのはここの部分で、それを安全資産に上乗せした、 Y 切片に上乗せしたものが縦座標ですよと。まあ、こんな感じで出ましたね。でこれをですね、証券市場線と言います。でさっきやったように、個別資産については、先に最適ポートフォリオで言えば、最適ポートフォリオで言えば横にポートフォリオの標準偏差、縦に期待値を取ると直線になるって話でしたね。なぜならポートフォリオから人々は幸せを得るからね。 M っていうよりもダブルの方がいいかな。でも個別資産についてはそれは言えません。なぜなら大事なのはチームへの貢献度、これはもうチーム自体のパフォーマンスなんでね。でもチームへの貢献度なんで、ここの選手を見る際にはね。だからそのベータを取って、それがその資産のリスク、つまり、持ってると嫌な部分なんですね。だから埋め合わせるように、これが大きいものは安定性に、チームの安定性に貢献しないんで、期待値が高くないとメンバーになれないので、そうじゃ、メンバーになってる今はそうじゃなきゃいけないってことね。またこれが低いと、こっちも低くてもメンバーになれますよ。それが A みたいなもんね。 B は不安定性に貢献するから、期待値が高くてやっとメンバーになれると。まあそんな感じですね。でこれがその証券市場線で、ベータによって安定性への、チームの安定性への貢献度によって期待値が決まるんですよと。安定性に害なものは期待値は、益でなきゃいけないと、プラスでなきゃいけないと。でそれ同じようにですね、安全資産についてもやってみよう。じゃあ安全資産の場合、キャップ M の I として安全資産 F 入れたらどうなるか。ここに F を入れるんですね。こことここに F が入りますね。それが I だったのが F に変わります。そうすると F と市場ポートフォリオの連動どうでしょうか。 F というのは常に一定の値です。縦座標にとってます。 100% 0.5 ですね。だからこれ期待値も 0.5 ね。で M については、これ B 上げ、 A 上げ、 B 上げ、 A 下げ、 B 上げかな。 A 上げ、 B 下げ、 A 下げ、 B 下げですね。まあ、下がったってことね。でそれと無連動でしたよね。安全資産っていうのは潰れちゃってる。で共分散で何かって言ったら面積ですよね。平均面積、はい、これが実現しました。面積は横かける縦、潰れちゃってます。だからこれゼロね、面積で。これが実現した場合も面積ゼロ。これが実現した時は面積、ここの面積ね、ゼロ。これが実現した時面積ゼロ。ってことで平均面積いくつでしょうか。ゼロですよね。だから共分散はこれゼロになって、つまりベータがゼロになります。つまり 8.7 と比べてそのゼロ倍がしかもらえないので 0.5 に追加ではもらえません。だから 0.5、 まあ当たり前だけどね、 0.5 になりますね。はい、ということでちゃんと資産 I について放り込んでも成り立ってますね。でさっきのやつにこれに書き込んでみると、これは共分散が0が F ですね。分散分の1してベース足しても0ですね。だから無連動ですね、市場とは。
で、ですから 8.7 かけても0 0.5 足したら 0.5 になりますね。ということでちゃんと 0.5 成り立ってますね。で最後、じゃあこの市場ポートフォリオ行こうか。あ、その前に証券市場線で見るとベータが0なんでちゃんと F のところ 0.5% のところになってますね。で最後市場ポートフォリオ M 行きましょう。でこれ放り込みますね。今度はここが M です。さっき I だったのがね、はい、M になります。で M と M の共分散になりますね。ですからこれって分散のことでしたよね。分散共分散行列でやりましたよね。 A と A の共分散は A の分散、 B と B の共分散は B の分散というのをやりましたよね。同様に M と M の共分散も M の分散です。だから分子と分母が、分母と分子が同じになって消えて1になります。だからちゃんと、マーケットポートフォリオはマーケットポートフォリオの超過リターンと同じになる、まあ、当たり前の話ね。 8.7 の1倍です。で 9.2 になります。それを上乗せするんでね、 0.5 に。で同じように書いていくと市場ポートフォリオは 0.552、 これが共分散なんで分散、これは同時に分散でもあるから分散で割ったら1になります。ベータが1です。つまり市場ポートフォリオは当たり前だけど、市場ポートフォリオは市場ポートフォリオをそのまま45度ですね、拡大も縮小もしていない、だから傾き1で、8.7 かけて1倍だからね、 8.7 のまま 0.5 足して 9.2 というのをまたこの線に書いていくと、横座標1の場合には当然こう1入れて 9.2 がそのまま出ます。はい、ということでこうやってどの資産についてもこの線上にあるの分かりますよね。これを証券市場線と言います。あらゆる個別資産がこの線上にあります。まあポートフォリオも同じだけどね、ポートフォリオであっても個別資産であっても全部この線上にあると、最適投資においてはというのがこの線になります。ですから結局個別資産の収益率っていうのは、ベータというのはチームへの安定性の貢献度ですね。それが高ければ期待値も高い、安ければ安いということですね。でさらに言えばこれベータが0よりも低い場合どうなるか、どんなことかっていうと市場ポートフォリオのばらつきが上がるとその資産は下がります。この辺が多い、市場ポートフォリオが下がると下がる、こんなケースですね。こんな感じで直線が斜めに右下がりになる場合にはベータがマイナス、傾きですからね、これマイナスですよね。でそれは期待収益率っていうのは 0.5 よりも低いんですね。でこれはさっき言ったように保険になるので安全資産よりも安くても持ってもらえるんですね、というのは、まあ、ここから分かると思います。でちなみにこれ証券市場線、横座標は個別資産のリスク、チームへの貢献度を表すベータだけれども、横座標ですね、この市場ポートフォリオの分散倍数、標準偏差倍するといつものこのグラフになります。 F の場合にはこれに標準市場ポートフォリオの標準偏差倍、まあ、ちょっとなぜかって話はちょっともうさいな、あんまり細かい話やっても知らないんで、でそうするとこんな感じになります。いつものグラフですよね。 A の点があって B の点があって設置する市場ポートフォリオがあって安全資産の点があると。でこれ見ると分かるのは、まあ、いつものやつね、あこれ式ね、いつもの式、横行って縦行くと、それが傾きですよね。で Y 切片と、でこれ1個前とこう見比べて分かるのは AM と F はそのままだけど A と B が横に行っちゃってますよね。これどういうことかっていうと A は 15% ものリスクがあるのに、このあたかも 3.9% のポートフォリオのリスクを負担していないぐらいの期待値しかもらえてないのね。リスクが15だからこれだけ欲しいよって言ってもくれないのね。これだけ欲しいよって言ってもね、あなたは 3.9 のリスクしか負担していないものとみなして2しかあげませんよ。それが市場の評価なんですね。なんでそんなことになるのかと、個別資産なんて持ったところでリスクばっか高いばっかで
割に合わないじゃないかと思うかもしれませんが、その話をちょっと後でやっていきますが、まあ、その前に、ここでやった1個前でやったこの話を文字でやってみよう。今数字でやってきたけどね、文字でやりましょう。で、個別資産の期待リターンの範囲をこの文字を使ってやってみますね。さっきは数字を使ってやってみたけど、より一般的にやってみます。一般的というのはいろんなケースで使えるようにってことね。で、これ文字で表した三変数の関係、これまず共分散がありますね。で、基準となるのは分散のここの点で、それよりも低いか高いか、さっきの場合 0.0522 でしたっけね。で、 A だったらこの辺、 B だったらこの辺ありましたよね。基準を作って、で、ちょっとね、これごめんなさい、皆さんの配布スライドに、ね、書いてないと思います、書いた方が良かったんだけど、後で気づいて書き足しました。で、まずベータを出す上では共分散を市場ポートフォリオの分散分の1かけますよね。はい、かけましょう。かけると0は0のまま、これは1になりますね。それさっきも同じでしたよね。それでベータに変えました。ただこの辺の値もこういくのね、この辺に行くのね、 A みたいにね。で、それに市場ポートフォリオの超過リターン、これをかけましょう。かけて、ちょっとね、これまとめて1回のステップで取ってます。で、最後に安全資産の足す。そうするとようやくこの期待値が出ましたね。さっきはね、これ2ステップに分けたけど、ここで1ステップでやっています。で、それが期待値です。ってことは、これ何が分かるかっていうと、まずベータで見ましょうか。これとこれと資産 I の代償関係どうなりますかね。まずベータが1よりも大きければ、この辺にあるような資産っていうのは市場ポートフォリオよりも高い期待リターン取れますよね。で、それを言ってるのが、平均的に市場ポートフォリオと同じ向きに傾きプラスなんでね。しかも1よりも大きいので、より大きなフレーバーで変動する場合には、それは市場ポートフォリオと比べて上に行きます。それがこの図から分かります。だから市場の変動よりもより高いフレーバーがある資産っていうのは、期待収益率が高いんですね。で、これ、この絵を、この縦座標を、この横座標にこう寝かしたやつです。寝かすと、まあ、こんな感じでね、横に寝かすと、1の時にちょうど市場ポートフォリオの期待値になって、それよりも高いケース、今やりましたね。高いケースはそれよりも高くなります。これがさっきのね、証券市場線を文字で表したバージョンね。で、すでにこれはもう決まってる定数みたいなもので、これは Y 切片ね。ただこれ要するに傾きです。Y 切片で、切片でこれ傾き。これが横座標。これ縦座標ね。で、ベータが1よりも大きい場合、横座標が1よりも大きいと、期待収益率はもっと高い、市場よりも。ハイテク銘柄みたいなものね。じゃあこの間の場合どうなるか。ベータが0から1の場合、例えばさっきの資産 A ね、この辺になりましたね。安全資産と市場ポートフォリオの間、はい、インフラ銘柄みたいなものですね。市場の変動を縮小しているもの、経験変動のプラスの影響、マイナスの影響を受けるけれども、同じような影響を受けるけれども縮小されています。そんな場合には、つまりこの間ですよね、縦から横に書いてますからね。この間を、この間は横に倒すとこの間ですんで、その収益率っていうのは安全資産、さすがに預金金利よりは高いけれども市場ポートフォリオよりは安いですよと。それが収益率ですね。まあ、安いというか収益率が低いですよという関係になります。それがここですね。平均的に市場ポートフォリオと同じ向きに、より小さな振れ幅で連動する資産 I っていうのは市場ポートフォリオと安全資産の間の収益率になりますという関係になります。で、1個飛ばした、これはここですね。ちょうど市場ポートフォリオと同じ、ベータが1の場合は市場ポートフォリオと同じ、これですね。同じ場合には市場ポートフォリオと同じになるはずです。で、ちょっとこれまとめちゃうと、ベータが0以上の場合、つまりリスクが、共分散が0以上、つまり正の連動するってことですよね。共分散がプラスってことは、プラス、まあ打ち消し合うこともあるかもしれませんが、連動するケースが多い場合というのは安全資産よりは高くもらえますよというのを書いているのがこれですね。
市場全体と連動する資産っていうのは安全資産よりは高くもらえるはずですよと。なぜなら安定性にあまり貢献してないので、安全性よりは高くないと誰も持ってくれないんですね。次はベータゼロ、それは安全資産と同じですね。まあ、つまりですね、こんな感じね、資産市場ポートフォリオはこう変動しますが、資産 I はまあ変動してもこうこんな感じですよと、平らですよ、真ん中の線に行くとこう平らですよと。こんなものっていうのは傾きゼロですよね。安全資産と同じものしかもらえません。ベータゼロ、市場と無連動、まあ、平均すると無連動ですね。それは安全資産と同じしか、収益率はありません。つまり平均的にベータゼロ、平均的に市場ポートフォリオと無関係に動く資産っていうのは安全資産と同じじゃなきゃ合理的な人は持たないはずなんですね。でこれ要するにですね、クレジ自体合理的なんだったらギャンブルの期待収益率って預金金利と同じはずなんですね。まあ今、まあ、仮にゼロとしてもう同じですよね。つまり、ギャンブルの期待値っていうのはゼロじゃなきゃ人々は持たないはずなんですね。まあゼロ金利じゃなかったらちょっとプラス金利ね。だからギャンブルに参加してるっていうのは合理的ではないのね。ギャンブルっていうのは胴元が取り分ありますんで、期待値はねこれマイナスになりますんで、当然これよりもゼロが下でさらにマイナスですから、これギャンブルの収益率ね。だからギャンブルっていうのは合理的じゃないんですね。はい、ですから、まあ、ギャンブルで買ってる人いるっていうのはその人は合理的じゃないんですね。はい、最後、あ、これもいこうか。でベータがゼロってことは共分散もゼロってことだから、市場と無連動、平均面積はプラマイゼロ、そんな場合にはこれですね、無連動の場合には安全資産と同じじゃなきゃ誰も持たないのが合理的な人です。言い忘れたけど、ギャンブルっていうのは別に市場日経平均が上がれば上がるほどギャンブル当たりやすくなりませんよね。また景気が悪ければ外れやすくなるところもないから無連動なんですね。ただこれギャンブルの収益率ってこうですよね。市場ポートフォリオの収益率とギャンブルの収益率見ると、まあ、これゼロとするとね、こうマイナスにこんな感じである感じね。だから線引くと景気と無連動に平らになります。収益率は平均してマイナスと。だからベータゼロですよね。はい、まあまあそれはいいとして、で最後ベータがマイナスのケース、ベータがマイナスのケースというのは、こうですね、F よりも低いですね。でそれどんなケースかというと、市場と逆連動してるんですね。逆連動する方が多いと。そんなものは保険に使えますよね。保険に使えるものは安全資産よりも安くても持ってもらえるというのがこのケースですね。平均的に市場ポートフォリオと逆向きに動く資産っていうのは安全資産よりも低くても持ってもらえるよと。で平均的には損となる保険っていうのを購入するっていうのも別におかしいわけじゃないのね。最適投資になりうるという話です。でそれは同時に共分散がマイナスって話と同じね、安全資産よりも低くても持ってもらえる、合理的であっても持つ可能性があるって話ね。はい、という話で、次、市場リスクと個別リスク、ちょっとねこれごめんなさい、時間的にねゆっくりやると終わらないので、ちょっと簡単に説明していきますね。で個別資産単独で持ってもリスクは高いですね、 20%。 どんな話かっていうと、 A 持ってもこんな15% か 15% ものリスクありますね。ですが 15% 分の期待値もらえるかっていったらそんなことなくて、ギューッと減らされてこの分だけしかリスク、期待リターンもらえないんですね。あたかもこんだけのリスクしか負担していないような扱いなんですね。なぜかという話を考えていきます。で A のリスク 15% ね、これ事情したら分散になりますね。これ総リスクと言います。つまりですね、これ横に倒してこれ A の分布ね。はい、これがプラス15が1/2、マイナス15が1/2。だからこれの事情のかける1/2、これの事情かける1/2が分散ね。総リスクです。で、これはですね、同じに期待値 2%L にしても、このうまく最適ポートフォリオを持てば、同じ2をもっと小さいリスクで実現できます。でこれ最適ポートフォリオね、これ1対9になってますよね。1対9で
でこれを少なめに持ってるのね、これいっぱい持ってると。でどういう絵かっていうと、このね M からこうやって四角描いて、でこんな感じですね。こっちがマーケットポートフォリオ、こっち F ね、こんなポートフォリオです。これ持ってば2まで、リスクをここまで減らせるんですね。 0.39。 これを自浄したものを市場リスクと言います。これね、これのつまりこれ市場ポートフォリオの分布ね。それを安全資産混ぜて薄めて、水で薄める感じね、薄めてギューッと同じ形のまま縮めたらこれになるのね。それが最適な投資ですよね。でこれ計算すると 0.39 が標準偏差で自浄が分散ですね。それを市場リスクと言います。でこれをですね、この横座標に市場ポートフォリオ、縦座標に A の図の中に書いていきますね。でそうすると点っていうのは、これ前やりましたよね、ベータ出す時やりましたね、この傾きベータね。で A は上がります、2分の1で上がります。その背後で B が上がってるケースと下がってるケースがありますね。これ B が上がってるケースね、 A 上げ B 上げ、 A 上げ B 下げと。で下側行くと A が下がってる2分の1、その背後で B が上がってるケースと下がってるケースがある。 A 下げ、 A 下げ、 B 上げ、B 下げと。でこうやって背後でそれぞれに該当する A 下げ、 B 下げ、 A 上げ、 B 下げ、 A 下げ、 B 上げ、 A 上げ、 B 上げか、まあ、これがポートフォリオね、市場ポートフォリオで。こればらつき、これのリスクって何かっていうと、これの差の自浄の期待値だけど、要するにこの期待値引いて、この2次元の A でも計算できますね。これ 0.15 ね、 0.15 の自浄かける10分の2足す 0.15 の自浄の10分の3足す2分の1、まあ要するにかける2分の1か、かける10分の3か、これの自浄かける10分の3ね。それ合わせたらね、これの自浄かける2分の1してんのと同じね、2回に分けてるだけ、これも同じように計算できます。だからこの A のリスクっていうのは、この A の中に書き込むと、この矢印の自浄の期待値ですね、それに確率かけてるんでって言えます。非常にリスク大きいのね。でここでうまくこう、この水で薄めた市場ポートフォリオにするね。そうするとリスクどうなるか、同じ 2% なんだけど、これの事情をかける2分の1足す、これの事情をかける2分の1、あ、ごめんなさい、これの事情をかける10分の2足す、これの事情をかける10分の3足す、これの事情をかける10分の2足す、これの事情をかける10分の3ね、まあ、これの分散計算してんのね。これの事情をかける10分の2、これの事情をかける10分の3っていうね、それを横にやってるだけです。こういうリスクに変わりますね。それが市場リスクって言います。それは要するに、ね、これここ、これが標準偏差、それの事情が市場リスクね。この A だけ持ってればこんなリスク大きかったのに、こんなリスクに縮小できました。逆に言うとね、この減らされたリスクのことを個別リスクと言います。 A 個別リスクね。厳密にはね、事情引く事情なんでこれそのものじゃないんだけど、つまりですね、この元の A のやつから変えることによって減りましたよね。減った減った減った不安定性がね、この縮小した真ん中に集まったやつの事情というのが個別リスクと言います。つまりですね、これこう考えるんですね、市場の変動に余計な A だけのリスクを加えたものが A のリスクって考えるんですね。市場の変動っていうのはこの1個後のこのね、これの事情の期待値ね、うまく持ってばこんな事情の期待値に縮小できます。ですが A だけ持っちゃうとこんな大きくなっちゃいます。だからこうやって縮めたんですよと。でその縮められた部分っていうのは、この部分っていうのはこれじゃないか、こっちか、この縮められた部分っていうのを個別リスクって言います。 A を単独で持ってるがゆえに、市場ポートフォリオを水で薄めれば持たなくていい、そんなリスクを取っています。それを A の市場、個別リスクと言います。はい。で大事なのはこの考え方です。 2% の期待リターンを得たい場合、 A だけ持った場合には標準偏差 15%、 2% を得たいのにA だけ持ったら 15%、 それの事情が分散ね。資産 A だけの保有だと 15% で、その事情が総リスクですね。ごめんなさい、先にこっちやった方がいいかな。でこのそもそも何を考えたいかっていうと、全員が最適投資を行って市場が均衡しているとき、みんな M を持ってますね、まあ、M に水みたいな F を混ぜると。
で、全員にとってどの個別資産も同じ魅力になる、そういう話しましたよね。そうした場合には、ポートフォリオ全体を不安定にする悲しみをもたらすような資産っていうのは、つまりベータが大きい資産っていうのは代わりに高い喜び、期待値をもたらさないと持ってもらえませんよって話しましたよね。なのに A っていうのは単独で持った場合、まあみんな誰も単独で持たないんだけどね、単独で持った場合には 15% もリスクがある、大きな悲しみをもたらしているように見えますよね。なのに 2% の期待値しかもたらさない、なんでしょうっていうのがこの問いね。で、それを今計算で確認するんですね。で、実はこれ大きな悲しみに見えるだけなんですね。なぜなら 15% のリスクあるんだけど、まあ、ここの部分っていうのはさっき見た個別リスクっていうのは B とぶつけることによって B のバランスってぶつけることによって B の良い悪いを安定させることができますよね。ですからこれ悲しみのうち、全体の悲しみのうちこの部分っていうのは B の変動とぶつけて市場をポートフォリオを安定させる部分なんで悲しみじゃないですよ。あなたの悲しみっていうのは分散しても持たれないこの部分だけなんで期待値はちょっとしか上げませんよと、まあ、そういう理屈なんですね。というのがここの話になります。で、だから同じ 2% を最適投資で実現するとこれだけで済みます。 0.39 が標準偏差、 0.039 が標準偏差、 0.039 が標準偏差、自浄したら市場リスク、だから全体の A だけ持った時の分散から市場リスクを引いたこれっていうのは個別リスクと呼ばれます。それはさっきの A で言えばこの縮んだ部分ね、縮められる部分、縮んだ部分の事情の期待値ね。この部分は、悲しみじゃありません。ポートフォリオにとって悲しみじゃありません。ちゃんと B と混ぜて消せます。逆に言えば B の変動とぶつけて安定させることができます。だから本当の悲しみっていうのはこの残ったこの部分ですよね。だからこの部分だけに、あなたは、期待値もらえるんですよってことね。それを書いてるのがここです。この A の個別リスクと呼ばれて、それは A の変動のうち B の変動を打ち消すのに役立つ部分ですよね。だから A が生む悲しさにはこの個別リスクは含まれないんですね。だから A が生まれる喜びの高さには反映されずに、反映される部分っていうのはこの市場リスクの部分だけなんですね。それは消せないからというのがここのお話になります。なんとなく直感的に理解できたと思います。できたらいいんですが、でちなみにこれ経量経済学やってる人はこのリスクっていうのが総リスクですね、まあ、いわゆる回帰分析における総リスクで、これが説明できないリスク、なんだ消去できないリスクで、まあ、これが説明されるリスクねっていうのが、回帰分析やってる人は分かると思います。総リスクが分解できるって話でしたよね。回帰分析によって説明できる部分と説明できない部分、このね個別リスク、その2つに分解できるんですよっていうのを勉強したと思います。まあ、それの話をこのファイナンスの話に応用したということですね。はい、ということで、後半の最後のテーマ、価格公式としてのキャッペームという話をやっていきましょう。で、これまでの全過程が成り立っていればこれが成り立つって話でしたね。これ例のキャッペームの式ね。初めにこのキャッペームの式、これ出した人、まあ、3人独立に出した人いいんですが、まあ、そのうちの一人のシャープさんっていうのはノーベル賞を取ってますんで、これ自分で出せたらノーベル賞を取れたんですね。というだからね、そういう難しい話になってくるんで、まあちょっと苦労してもしょうがない。なかなかこれ誰も出せなかったのね、研究者が頑張ってやったんだけど、ようやく出した人がノーベル賞を取れたって話なんで、まあそういうちょっと難しい話だけれども、まあこれまでの説明で分かってもらえたら嬉しいです。で、これさっきやったよね、この左辺価格なんてねえじゃねえかと思ったかもしれませんが、これ書き直すと、P0 分の P1 の引く1、これが順ですよね。ですからちょっとこれ分けようか、これ安全、確率変数、これ定数だから、こうやって確率変数だけ期待値の中に残って、それに定数分の1かけてマイナス1ね、こう書き直せますよね。で、こうしておいてP0 イコールにしましょうか。まあ、両辺に1足してね、1足して、で、両辺に P01 をかけて、P01 をかけて、両辺これで割ればいいか。両辺で割ると、こんな式が出ますね。はい、こんな式になりました。
つまり今期の理論科学の決定式、今期の科学というのはこれが成り立ってなきゃキャッペムの元ではおかしいよと。でこれ見慣れた式かもしれませんね。これ来期に確実にキャッシュロー1を生む資産があったとして、それの理論価格って確実になんで、それを預金金利とかで割り引けばいいんですよね。それ金融論でやりましたよね。そうじゃないと最低によって儲かるのでこれが成り立ちます。でこれとの違い見れば、この式特有の点が分かります。まずですね、分子に行きましょう。分子、来期のお金を割り引くっていう形だけども、来期のお金、来期のお金、これ来期売った時のお金ね。あ、ちなみにこれ配当はゼロとしますね。あるいは配当が含まれているとしましょう。でこれ確率年数ですよね。1個の値じゃないよね。だからこれ割り算できないよね。だからこれ期待値にしましょう。来期の価格分かんないから、じゃあ期待値しましょう。で期待値を割り引くんだけど、どうやって割り引くかっていうと、ただ RF で割り引きません。余計にこれを使います。でこれ何かと、例えばね、確実に来期150円もらえます。来期確実に150円返すからお金貸してよって言われたら、じゃあ100円貸してやるかと言うかもしれませんね。でももし来期平均して150円返しますって言われたら、皆さん100円貸せますかね。絶対150円返ってくるんだったら100円貸しますよ。でも平均すると150円だったらもっと貸せないよね。もう80円で勘弁してよとなるかもしれませんね。それはこれ何が等価か計算する際に、これは 1+RF 分の1をかけてんだけど、こっちに戻すときにね、これはもっと余計にかけてんですよ。 1+RF 分の不安定だから何か付け加えて割り引いて計算してんだね。でその部分がこの部分なんですね。余計な部分。ただしそれはこれの返ってくるリスクじゃなくて市場との連動が大事なんですよって話なんですね。でつまり将来キャッシュローが不確実なので、割引く際には確実なキャッシュローを割引く際に使う RF だけじゃないですよ。そうじゃなくて不確実性も反映したこれを割引率に加えて割引かなきゃいけないんですよっていうのがこれの決定式になります。まあ、つまりね、来期平均して150円って言って絶対嫌だとは限らないのね。この平均して150円が変動が市場ポートフォリオと逆連動してくれるんだったら、あ、150円返ってくるお金、景気が悪いといっぱいもらえる、景気いいと少ししかくれない、あ、俺の景気、マーケットポートフォリオの、なんだ、安定性に保険として使えるなと思ったらあまり割引けないのね。ただ、市場ポートフォリオよりも大きく変動したりね、プラスの変動するんだったら大きく割引よと、まあ、そんな話ですね。大事なのは連動、みんな市場ポートフォリオを持つので、こうやってお金貸した時に平均して150円返ってくる、これが市場とどう連動してるかによってそれの価値が変わってくるんですね。保険として使えるか、自分のポートフォリオを不安定化させるかということで、この連動度合いを反映したこの部分が加わるんですよというのがこの話です。でここ、これキャッペムの期待値ね。だからキャッペムの資産 I の収益率の期待収益率で割り引くと言ってもいいかな、というのがまあこの式になります。でこれ何に使えるかという話しておきましょう。でもしあなたが市場価格、実際の市場で成立する価格がね、もしかしたら理論価格と離れるかもしれないけれども、それは一時的だろうと考えているとしますね。つまりキャッペムの過程というのは大体成り立っているから、基本的にはこの式通り決まるだろう。でも時にはね、こうなったりこうなったりするかもしれないけども、基本的にこうなるよねと思ってるとしますね。そうした時にこの式どう使うかっていうと、もし今の市場価格が本当は例えば100円のはずなのに80円で売ってるとしたらどうすればいいですかね。この式に代入して計算すると100円です。なのに市場では80円で売買されてます。でもしも絶対これが成り立っていて、こうやって離れたとしてもすぐに元に戻るだろうと思ってるんだったら、これ買えばいいよね。だから理論価格よりも実際の価格は安いから買うと。でその理論価格を使うのにこの式使えますよね。ということで、今買ってこんな時には理論価格安い、理論価格よりも実際の価格安いから、価格は理論値の100円に戻る前に、買っておいて戻って将来に売りましょう、そう儲けようって言って資産の価格を計算したりと、そういうのに使われるんですね、この式は。でじゃあ実際にこの式どう計算するかっていうと、
これいろいろ変数いっぱいありますよね。でもこれは簡単、まあ、銀行とか国債の金利なんでこれは明らかですよね。で市場ポートフォリオの平均、まあこれも大体わかるでしょうと、大体8とか7とかね、株式だったら。で大事なのは資産ごとに違う、これね、これとこれ、資産ごとにこれが違うから、資産ごとにこれを類推して資産の理論価格出さなきゃいけない。でそれをやるのがまずこのね、分子の部分は企業を分析して来期いくらぐらいの株で売れるかなと、でそれを予測して期待値を計算しておいてここに放り込むと。そしてまあこれ、ここの部分はちょっと2段階に分けようかね。この割引の部分ね、2段階に分けて一旦これを出してからキャップ M で、でそんで放り込むってやった方が分かりやすいかな。でまずこの共分散であったりベータであったりっていうのを過去のデータから類推しておいて、でそうするとこれが計算できます。それを放り込むといった方が一気にこれ入れるっていう分かりやすいかもしれません。でそうやって理論価格を出しておいて儲けようというのが、まあプロの投資家たちがするようなことなんですね。でちなみにこれ過去の期待収益率使えば、そのまま使えばいいじゃないかと思うかもしれませんが、ある個別資産の期待収益率、過去のデータってあんまり当てにならないんですね、変動が大きすぎて。でこれ使った方がね、正確に予想できるっていう、まあ統計的な特徴がありますんで、だからキャップ M を使ってここに入れるっていうのがよく使われます。で大事なのはここからやる計算の練習ですね、試験で出るのは。でこれ実際やってみよう。期待収益率、市場ポートフォリオ 0.08% で標準偏差が 0.2 ね、標準偏差この部分ね 0.2、 ここ 0.8、 0.08 かで、安全資産 0.02 で、これはあらゆる資産に成り立っている話で、さて資産 I は共分散が 0.06 で連動しているケースです。この資産の期待収益率は理論的にはいくつでしょうか。これ入れればいいよね。入れた結果これね、計算すると 0.11%、 ごめんなさい、 11%、 0.11 です。これが出せますね。はい、これをやってるのがここの例、過去のこのデータをここに放り込んで、まあこの辺はもう分かってるとしてね、資産 I の期待値が 0.11 っていうのが出せました。はい、じゃあこれ放り込もう、 0.11 で次これやってみようか。これをやって価格出してみよう。この今のスライドの資産 I の来期の価格は、確率2分の1で、来期の価格ね、2分の1で142になって、2分の1で80になります。こんな時期待値出せばいいよね。期待値はここ 142×1、 あ、2分の1足す 80×2 分の1、 それで期待価格が出るので、それをさっき計算したこれで割り引く、つまり期待価格分布から111で出ましたね。111放り込んで、こっちか、111放り込んで、で計算すると100って出ますね。はい、これがこの答えになります。はい、同じように市場ポートフォリオは 8%、 リスク 20%、 安全資産 0.2 です。でまず期待収益率出しましょうか。この資産 J のね、これはキャップM使って、資産 J の期待収益率というのは安全資産の 0.02 ね、これ足す分母が市場ポートフォリオの標準偏差の事情、つまり分散ですね、に、今度は資産 I は 0.0、 資産 J は 0.03 が共分散です。これでベータね、この割り算の結果はベータで、それに0.08、基準となる 0.08-0.02、 市場ポートフォリオで得られる超過リターンをかけて計算すると 0.065 が出ます。で PJ がこれで 0.065 が出ますね、期待値出ると 0.065 が出ました。はい、次は来期の期待価格出そうか。来期の期待価格、来期の期待価格、確率2分の1で246ですね、確率2分の1で180、これ分母に持ってくればいいね。つまり今期ゼロ期の J の価格というのは、割引としては 0.065 を使います。1たす 0.065 分の期待価格ですね、
246×1+180×1、まあ、つまり 1.065÷213 は200になります。これが理論科学になります。はい、じゃあ次、今度は今はこの共分散が分かっている場合でした。今度はベータ、これ全体もすでにこっちね、ベータが分かっている場合でいきましょうか。数値例、ベータ、資産 K のベータっていうのは、ベータから期待収益率を出しましょう。資産 K はこんな状況です。で、この式ですよね。これさっきもすでにベータ分かってるのね。だからこれ入れましょう。ベータが1でした。もうベータが1だったらね、市場ポートフォリオと同じだから収益、収益率はね。だから 0.08 になってもそれですぐ分かるんだけど、数式入れると 0.03+1 ベータね。と市場ポートフォリオ 0.08×0.03 ですね。で、0.08 というのが出ます。式に入れるだけね、0.08。だから、資産系っていうのは平均して 8% 増しじゃなきゃいけないです。で、それを使って、これで言えば、ベータが分かったから 0.08 というのが出ました。だから、こう 0.08 入れて、今度は期待価格出しましょう。期待価格は、前スライドの資産系の来期の期待、来期の価格の分布というのは、確率2分の1で62、確率2分の1で46です。だったら、期待値を分子に持ってくればいいね。62×2分の1+46×2分の1、これで期待値が出ますね。それが分子で、さっき計算したこの収益率を入れて計算すると50という理論価格が出ます。じゃあ、練習問題に行きましょう。はい、まずこの資産 L の期待収益率はどうなるか、0.03 安全資産ね、足すベータマイナス 0.2 ですね、かける0.08、つまり市場ポートフォリオね、引く 0.03 安全資産ね。で、これ計算すると 0.02 が出ます。で、これが期待収益率だから、それで割り引くんですね。で、今期の価格は、分子に 1+0.02、今計算したのを入れて、分母に216が確率2分の1ですね。足す192が確率2分の1です。で、計算すると、204÷1.02 ですんで、200となります。まとめに入りますね。まず1個目やったのは、ベータによって決まる資産、個別資産 I のベータによって決まる個別資産 I の期待値はどの区間に入るかという話をやりました。で、個別資産 I の期待収益率の理論値、まあ、これはキャップ M の式で出せますよね。で、その性質としてベータに応じてどう決まるかっていうと、1よりも大きい場合には市場の変動を拡大しているので、市場ポートフォリオよりも高い期待収益率を得られますね。で、0から1だったら市場ポートフォリオの変動を縮小はしているけれどもプラスのままだから、安全資産よりは高いけれども市場ポートフォリオよりは低いと。で、0よりも小さければ市場ポートフォリオと逆の動きをしているので、安全資産よりも低くても持たれるというのがこの区間の話でした。そして、資産 I の総リスク、資産 I 単独で持った場合のリスク、まあ、ここではちょっとあの表示偏差じゃなくて分散の方を使っています。これを2つに分解できますよって話しましたね。1つは市場リスク、これは最適な分散投資、つまり市場ポートフォリオを、まあ、水で薄めたりしてましたよね、さっきの例では。安全資産を混ぜて、そうやったとしても消えないリスクの部分と。で、このリスクの大きさっていうのは、悲しみの要素なんですね。資産 I 持った時にその部分は、資産の不安定性に、不安定性をもたらすので、
その喜びであるね、プラスに反映されると。でも全部が、このリスク全体が喜びに反映されるか、期待値に反映されるかっていったら そうじゃなくて、この消せない部分だけが悲しみの要素なんですよと。なぜなら、個別リスクっていうのは評価されないから。つまり、資産 A であるがゆえに起こる変動ですね。それは他の危険資産の変動、例えば資産 B の変動を打ち消すのに役立ってますよね。だからそんなリスクっていうのは無駄じゃないんですね。って言ってもいいし、他の資産の変動、B の変動によって打ち消されるわけだから、別に、マイナスな点ではないと。だから悲しみ要素に含まれないので、同じ魅力であるために、期待値を高くしてやろうとかそういうことにはなりませんよって話ですね。で、個別リスクって何かって言ったら、例えば資産 A だったら、例えばね、A の創業者社長が健康不安があったとしたら、そういうリスクっていうのは別に市場が判決してるリスクじゃないですよね。その人の健康のリスクですよね。そしたらまた別の会社の社長の健康リスクと相殺できますよね。まあ、そういうのが個別リスクですね。個別の資産特有のリスクです。最後、ギャップ M は次のような式を変形、式に変形できます。これね、まあこれがそのままのやつね。で、まあこれがギャップ M のこれですんで、まあこういう単純にも書けます。で、そうした上で現在の理論価格を出すのにも使えます。で、それによって理論価格よりも実際の価格が安かったら買ってやろうとかね、実際の価格高かったら売ってやろうとか、そうやって儲けるのに使われるという話ですね。はい、ということで、授業は以上です。